店。何でも店って何かわからない。いやこの間ね、ニュース見ていたら、秋篠宮家の佳子さまが、何でも店に出席されましたっていうことで、あの展示物を見に行っていて、説明していた時にね、おばちゃんらしき人が映ってたんですけども、以前おばちゃん、その岡場駅の近くのエコーリターのところで、まあ、急に僕の前に現れてごめんなさいって言ってきたじゃないですか。あれ唐突に、ね、来てもね、なかなか分かんないんですよ。あらかじめ連絡とかなかったら。数年前にそういうことをされ、私全然覚えてません。覚えてない。で、その何でも店に関してね、それ何でも店にも全然行ってないし、私そんな暇ないもん、忙しいって。秋篠宮家の佳子さまと会いました？ありません、会ってません。もう本当のことが聞きたかったのは、まずその動画も気づいたんですけど、ニュース自体がね、その丸々、以前と同じものが放送されていると。で、例えば報道ステーションとかナンバー組かなって思ってたんですけども、その当事者の人間とかが私の家の横を通ったりしていると。で、もうその証拠とか音声とか記録して、この街で一体何があったかっていうところまでもうたどり着いてるんで、本当のことを教えてほしいんですけども、その私本当のことを言って、毎日子供の世話してね、あんまり外にも出ず家の中の用事して、でも毎日限られた時間を精一杯生きてますが。いや、今攻めてるんじゃなくて、そうじゃなくて、おばちゃん、ちょっと聞いてもらいます。佳子さまも子供の頃から僕の家遊びに来たり、まあ、その勤務先でもともと秋篠宮家の方たちとか、なる人様とかともお会いして、結構いろんな話してるんですよ。で、それは知れば。あなたがそうしたらええことやけど。そうそう、いや、説明を今もっと大切な時間やね、わかる？それもう81になったんよ。僕も同じだから、それ言い始めたら。で、ね、あなたみたいに時間がないの、限られた時間で限られたことしかできないの。体力もないし。ちょっとだけ聞いてほしいんですけども、聞いてほしいって、あなたの話なんか聞いてる時間ないのよ、わかる？私今お昼寝しようと思ってた、昼寝せえへんかったらこの後全然仕事ができないの。僕もね、さっき昼寝しようと思っていて、もうしんどくて、僕も同じ昼寝ちょうどしようと思ってたんですよ。で、また外から大きな声とかで、三宅のお話なんか聞いても、私にはちんぷんかんぷんで、僕の家の横とか通ったりとか、それでいろいろあるんですよ。それ聞いてもらわなかったら、うん、嫌なこと言うよ、きっと。あんまり私に言ったら、いや、もう汚ない意見聞きたいです。佳子さまが僕のことどう言ってたとか。そんな話だったら絶対お医者さん行きなさい。何がですか？私の波長と全然合わない。なんか今喋っていて、呪いとかそっち言ってます、体に不調とか。それも僕も電波でつなげられてるから。いや、私呪いとかそんな受けるような悪いことしてません。そうかですね、人を呪うほど力もない。それね、仕組み、電波の仕組みでどうなってるか。電波の仕組み、僕のことだから。だからそこまで、延々としてあなたの話なんて聞いてるわ。私昼寝したい、わかるかなこんな気持ち。いや、お前自分でも情けないと思うわね。え、あの老いの話をゆっくり聞いてあげて、豊かな老後やってねくれと、昼寝して、ほいで起きて、また用事して、で、晩を迎えに行って、で、またその子のピアノのレッスンを付き合って、ね、でまた夜バタバタと生活して、で10時半まで寝えへんかったら帰って寝にくくなるから10時半まで寝るとかさ、なんか限られた中で生活してるから、ケイ君みたいなお話をね、ゆっくり聞いてあげられる余裕が私にはないね。そしたらその辺のところ、まあ、なんとましにテレビ局はどういうところか分かったんで、関わらないようにしてもらいます。もともとの子供
の方は関係が出来上がった方だし、あの今のフランスのマクロン大統領もみんな党派で会ってるんですよ。あの商店街のところまで来て、それからが大統領は全く関係ないからね。いや、それは、うん、まあ、おばちゃんとはそのマクロンさん関係ないですよ。だから、僕はいろんな人と関係持ちすぎて、その社会の実態とか分かったから、家の件数と政府が発表する人口全然違うから、でその辺でもうフィリピンの大統領を辞めましたけども、ドゥテルテさんもその昔ほとんど僕と会っていて、でこの間もね、あの家の階段を降りていったら車からこうなんか声かけてくる人がいたんですよ。でなんか柄悪そうな人だし、もう分かりませんで、ね、こう手振ってね、そのまま歩いていったんですよ。で後からそれまだだから、あのこの間おばちゃんとその何年か前にそのエボリアの時で気がつかなかったと同じで、ドゥテルテさんでした。後から顔を思い出した。でもう対象者が多すぎて本当にもう本当に追いつかないっていう状況で、顔も正直変わるから、いいですけども、だからそこまで僕も隠してないとは思いますよ。あ、いや、まあ、もうだからごめんね、あのちょっと切って出るね。では、すみません、はい、まず、はい、なさい。
最後の方で武田恒康さんがもともと神戸市北区若葉台の、もうその建物はないんですけども、まあ、親戚のうちに、来ていたという証言がありました。以上です。